お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらのババッコ屋ですね。復活です。ポッポーじゃねえよ。おーい、ふざけんなよ、もう。ちょっと、もう、スルーでいきます。一旦スルーね、後で。はい。ということで、今日はこのババッコ屋ロイホグですね。その、まさかのですよ、もう、復活というか、結局、こいつは強かったっていうので、まだまだ現役です、ババコヤ。本当に今、採用率が一瞬、多分落ちた。一瞬落ちたんだけど、なんかまた今上がってきてて、まあ、この、なんかね、ババコヤロイホグデッキ、ホバリングマスケットのこのデッキが、ちょっとね、最近すごい見られてるんでね、紹介したいなと思います。で、これは多分ね、アマちゃん、アマテラスくん、アマちゃんね、アマちゃんが、そう、ゲームズ所属のアマちゃんが多分作って、多分なんか、ね、使ってた。そしたら多分広がったやつだと多分思うんですけど、まあね、これ、鬼マン増え、出た。癖。口癖で最近鬼と優勝を言う口癖があるんで、勘弁、言わないようにしよう。気をつける。はい。なんで、まあこれね、ちょいと今日も使っていきたいと思います。はい。で、あれですよ。あれ。今僕は、焼き鳥と一緒にライキさん家にいます。二人でライキさん家にいます。ですね、ライキさんが、今日です。もう今日この動画撮ったのが、まあ昼なんですけど、この、ちょうど動画まあ上がるちょっと前ぐらいに、ライキさんはもう旅立ちますね。日本を旅立って、ライキさんがアメリカに、その行くみたいなんですけど、ちょいと遊びにね。そう。で、そのライキさん家にみんなで泊まってたんですよ。泊まってた。だけど、もう朝まで起きすぎてて、もう、ライキさんはもう飛び立たないといけないから、もうすぐにね、家出てっちゃいました。あの人、自分家なのに。自分家なのにあの人はもうね、出てっちゃいましたよ。なんでも、最後に、ライキさんが鍵かけだけちゃんと、ポスト入れて、うん、で、いつでも出てけって言われたんでね、もうこの辺に乗っ取ろうかなと僕は思いますね。さすがになるか。さすがになるか。さすがにそれ良くないか。で、今ちょうど焼き鳥と、まあ、いるんで、まあ、焼き鳥って言ったとて何もないんですけど、別に。はい、という感じで、ただいま今日はライキさんちで撮影しておきます。どうも。で、まあ、先ほどのちょっとよ、ね、もう一回出せるあの音。あのね、うん、そう、ポッポはね、まあ、別のゲーム。なんだけど、普通に分かる方には分かるよね。普通にでもみんな一回はやったことがあるゲームだと思うんだけど、ポッポー、本当にウィーですね。ウィーのやばい、ポッポーですよ、ポー。そう、俺そのゲームの話をしたい。昨日やばいことがあったんですよ。僕はその話をめちゃくちゃしたいんだけど、マジで。焼き鳥覚えてるよね。やばいことがあったんですよ。やばいことが。マジで。やばいっすよ。急にぶち込んでくるな、俺の動画に。そう。ですね、もう。桃鉄ですね。桃鉄。桃太郎電鉄、なんちゃらみたいな。すごろくですね。まあ、簡単に言うと、知らない人にもわかりやすく言うと、まあ、すごろく対決、まあ、みたいなのを、昨日は僕とケンツと、ライキさんと、焼き鳥でやってたんですよ。ね、すごろく。誰、1位、2位、3位、4位ですか。決めるの。で、そう、5年、何年生とかあるんですけど、5年生でね、やってたんですよ。なんだけど、もう、なんていうかな、4年目が終わって、まあ、5年目に突入する
ぐらいの時にもう大体の順位が決まってたんですよ。でもその大体の順位がもうケンツはもう多分確定最下位で、あとケンツが確定最下位で、まあ焼き鳥がまあ3位だったんだけど、で僕とライキさんが1位で僕が2位だったんだけど、まあ1位2位3位が結構近かったんで、1位2位3位誰が勝つかなっていうような感じだったんですよね、5年目入った時に。なんだけどこれやばいこと起きたんですよ。なんかボンビーっていうのがいるんですよね。なんかそのゴールを目指さないといけないんだけど、まあゴールを目指すのをサボったやつにとかついちゃうんですよね、そのボンビーっていう悪いやつが。それね、結構ついちゃうと、まあ結構一発逆転みたいなことをされちゃうやつなんだけど、あのですね、これはなかなかきつい。そのボンビーが、まあ、僕について、まあ、いつもだったらお金をねちょっと持っていくとかなんですよ。お金を持っていくとか、なんかね、ちょっとカード奪うとか、そこまで悪いことしないですよ。なんかだから、まあ、そんなにやばいと思ってなかったんですけど、これがですよ、これがもう19年間僕生きてきた桃鉄の中で初めてです。初めて、基本的にお金の単位は何千万とか何十万っていう、まあ、ゲームの世界なんだよねっていう世界なんですけど、もう何千万の世界ですよ。何千万、普通に何千万もらったりで何億貯まるみたいな感じなんですけど、だからまあ普通に手持ちに10億とか持ってたらすごいんだけど、もうね世界が違った。だから急にボンビーがなんかおかしな動きしだした。何本持ってかれたと思います？いつもだったら、まあ、サイコロ振って、まあ、3億円マイナスみたいなことなんですけど、今回は違った。マイナス1兆円、1兆円持ってかれた、本当に。一瞬で1兆円。わかるかな？写真がね、一応あるんだけど、あれだな。ああ、それはもうどうにもできないか。もう本当に、1兆円ですよ。これね、やったことない人だと、もう全くわかんないかもしんないんだけど、やったことある人だと、本当に分かってくれると信じてる。信じてる。もうね、1兆円。みんなが総資産、最後終わった時に、もうプラス総資産30億とか総資産20億って順位がつくんですよ。でケンツ、もう来駅さんがだから30億、焼き鳥が20億、でケンツがまあ3億とかで終わったところ、僕が最後マイナス9996億みたいなお前なんだよ、俺がやってきた5年間返せみたいな。もういじめられた、ゲームにまでいじめられたゲームにまでって他のところでいじられてるみたいなやばい。そうっていうなんか悲惨なことがあったんですよね。もうなんかもう説明鬼下手だから無理なんだけどっていうね。もう結構そのゲーム自体が時間かかるんですよ。3時間ぐらいかかるから、もう3時間いろいろ頭使ってね頑張るんですけど、一瞬で、僕の頭使って3時間一瞬でなくなりましたね。はい、っていうようなことがありましたマジでなんだろう、もうこのあの気持ちを、あの気持ちをっていうか、あのシーンを見せたいですね。えぐかった。ただそれだけです。はい、ということで、やばい、クラロはさ、ゆきちゃん、鬼考えてないでそんだけ話してるから、もう頭いっぱいだった借金のことで、マジでリアルな感じ、ちげえやあーめー、これザッファイブだな。おい、オッケー、耐えた。よしっていうことで、まああれですね、ちょいとさっき負けちゃったんですよね。負けちゃった。あのプリプリ系が鬼きつかった。しょうがないですね。まあ、ちょいと、まあ、陸系が、このババコやったギャングしかないっていうので、まあ、プリンス
系統の防衛がなかなかむずいですけど、まあこれはもう多分勝ちましたね。これもセパセパゲーミングスパレートで OK で、これでペッカもほぼ溶けてますから美味しいですね。ロバリグを出して OK で、これも一回ロフグ出したら勝ちですかね。あと1000なんで、まあ、削り切れるか際なんで、一回ババコ屋ですね。一回ババコ屋で、これマスケットとかもいっちゃうと、まあ、相手は苦しい。OK ってことで、これロイフグ飛ばしてコウモリも飛ばして、まあ、両サイしっかり攻めてあげると相手からしたら辛い。 OK もうね、気づいたらどっちかが折れるんですよ。これ気づいたらどっちかが折れる。こんな感じで、まあ、ホバリングとかをこの真ん中ですね、マスケットとかもこの高い位置に出しとくと、高い位置というか、まあ真ん中の辺出しとくと両サイね、しっかり殴ってくれるんで、めちゃくちゃ活躍してくれますね。はい、というわけでやばい、クラロワ動画なのに何もしてない。いっかたまにはそういうことがありますね。まあちょっとデッキの説明何もしてないんだけど、このデッキマジで使ってみてください。なんか今流行り、もうこのデッキを扱えば、あいつ流行りに乗ってんだなってわかるんで、ぜひぜひこちら使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。はい、ヤギトリなんか一言いる？お疲れ様でした